同郷のレオポルト3世デッサウに立つレオポルト3世、ゾウレオポルト3世、フリードリヒ・フランツは、アンハルト・デッサウ公、後にアンハルト・デッサウ公。フランツ公、フランツ親父の愛称で呼ばれた。アンハルト・デッサウ公、レオポルト2世とその妻で、アンハルト系天皇、レオポルトの娘であるギーゼラー・ーグネスの間の、長男として生まれた。 1751年に両親が相次いで亡くなると、おじでプロイセン元帥のティートリヒを殺傷として、わずか11歳で行位を継いだ。1758年に申請を開始した。レオポルト3世は、父や祖父レオポルト1世と同様に、プロイセン軍に入隊したが、1757年6月18日の生産なコリンの戦いを経験した後、 戦争のネガティブな側面に衝撃を受け、軍隊を除隊して、アンハルトデスサー領の中立を宣言した。レオポルト3世は大のアングロフィルであり、啓蒙主義思想の熱心な支持者だった。彼は、高領の領民たちの科学や自然に関する知識普及に特に関心を持っていた。レオポルト3世の行った教育、健康、社会福祉、道路整備、農業や、 森林の開発、そして産業に対する改革は、ドイツの小諸校が実行したものの中では最も、成功しかつ近代的な改革の一つだった。また、1769年から1773年に、かけ、建築家のフリードリ・ヒビル・ヘルム・フォン・エルトマンスドルフに、ドイツ最初の新古典主義建築である、ベルリッツ宮殿を建てさせた。1774年、レオポルト三世は、 エルトマンスドルフに命じ、ベルリッツ宮殿の敷地内に、小規模なイギリス式庭園に囲まれた邸宅を作らせ、妻ルイーゼにプレゼントしている。この邸宅は、屋敷の主であるルイーゼにちなみ、シュロスルイジウムと名付けられた。さらに、レオポルト3世は、オラニエンバウムにあったオランダ式庭園を拡張、改装し、大規模なイギリス式庭園を造営した。これは、 デッサウ・ベルリッツの庭園王国と名付けられ、世界遺産に登録されている。レオポルト三世は1785年に成立した、君公同盟とは対立し、プロイセンの派遣に抵抗する姿勢を見せた。1806年には、彼の評判を聞きつけたナポレオン・ボナパルトに、パリへ招待されている。レオポルト三世は1八百七年四月十八日に、最後になって、 ライン同盟に加盟した。1807年に皇爵に昇釈したが、レオポルト3世は、アンハルト系アスカーニエン家の課長であるにもかかわらず、皇爵への昇釈は分エス時のアンハルト系天皇や、アンハルトベルンブルク皇の方が先であった。彼は1806年に神聖ローマ帝国が、消滅する寸前に、皇帝フランツ2世に莫大な金を納め、そのおかげで翌年に、 公爵位を得たのである。また1812年、レオポルトは10歳で、公爵位を継いだ、アンハルト系天皇、ルートビヒアウグストの摂政に就任している。1817年、シュロス・ルイジウムで、落馬事故のため亡くなった。長男の四次公子フリードリヒに先立たれていたため、公爵位は、孫のレオポルト4世が相続した。1767年7月25日、 ブランデンブルクシュベート辺狂伯フリードリヒ・ハインリヒの娘で10枚に当たるルイーゼと結婚し、マニー、後継者となる男子を設けた。また何人もの愛称との間に、大勢の諸子を設けている。結婚前の恋人だったヨハンナ・エレオノーレ、ホーフマイヤーとの間には一男二乗を設けた。自分に仕える、庭師の娘で重婚をしたルイーゼ昭和との間には、一男二乗を設けた。 愛称、ヨハンナ・マグナレーナ・ルイーゼ・イエーガーとの間には、三人の、娘を設けた。愛称、フリーデリケ・ビルヘルミーネ・シュルツとの間には、息子を一人設けた。ありがとうございます。